どうも、ハイチーです。最近ですね、受験対策動画っていうのもよく撮ってるんですよ。で、その中でも、四種シリーズっていうのが、数学と理科にあるんですね。で、このシリーズは、どんな、レベルをね、の高校を目指してる方でも、撮ってほしい。絶対に正解してほしいって、本番でね、正解してほしいという願いを込めて作った基礎問題が集まったシリーズがあるんです。で、昨日、久々に数学それ投稿したんですよ。そしたらですね、まあ、よく、コメント欄とか、まあ、リプとかでもたまに来ますけど、基礎問題はできなかったみたいな。そう、まあ、ちょこちょこあったんです、今までも。でも昨日ね、メールでね、なんかすごいのがちょっと来て、2通ね、しかも。もうできなかったんで、受験やめた方がいいですよね。こんなバカじゃ受験無理ですよね。あ、死にたいです。もう無理です。みたいなのが来たんですよ。で、それちょっとね、喋っていこうと思うんですけど、まず、へこむな。そんなにへこむなって。あのね、確かに自分はこのシリーズどういう思いで撮ってるかっていうと、さっき言ったように受験本番で撮ってほしい問題なのを集めてる一応。ただ、まあ、昨日みたいに数学は大体10問セット、理科は5問か6問セットで撮るようにしてるんですけど、こう10問例えば計算問題だけとかだと、やっぱり動画的にもう3と昨日で27回目かなぐらいのシリーズで撮ってるので、最初はそれでもよかったんですけど、まあ、だんだんちょっとね、その基礎問題の中でも、難しいっていうか、まあ、引っかかったりとか、ちょっとつまずくような問題も入れるようにしてます。勉強見てくれたけど、みんながね、ちょっとの勉強になった方がいいじゃん。もちろん、見て、超簡単で終わる子もいるかもしれないけど、そうって思って作ってる。だから、できなくてもいいんだって。いいっていうのは、別に俺の今の動画見てくれてる、この瞬間は試験本番じゃないでしょ。みんなにとって。みんなが正解しなきゃいけないのは、受験本番だから。だから、まあ、自分の動画ね、その受験対策動画もそうだし、普段の勉強のさ、ワークとかでもそうなんだけど、例えば簡単な問題ミスった時って、もう何なん私みたいな。あとは、一回やった問題なのにできなかったみたいな。一回覚えたはずなのに忘れちまったみたいな。あ、もう自分クズみたいなのね、なっちゃう子もいるんだけど、いやいや、違うって、そうじゃないって。今練習だし。そう。それは練習で前できたことができなくなったとしても、できるようになればいいじゃん。スポーツと違って勉強だから別に思い出すだけでしょ、その作業。いいんだ、そこはいいじゃん。もうなんか気にせずさ、まあ、できなかったけど、まあ、しゃあないなって、もう一回覚え直そう、ちゃんとってしたらいい。だから自分の受験対策動画でも、すごい簡単な計算問題ミスってしまったら、じゃあそこの復習しようぜって。今、ちょっと穴が開いてたわけだよ、その知識のとこに。その穴を埋めることができたんだから。それをさ、気づくことなく受験本番に行っちゃったら穴のままでしょ。出ちゃったら穴に落ちるよ、それ本番って。そうならなかっただけいいじゃんぐらいにね、思ってください。で、まあ大体10問あって、2問か3問ぐらい少し難しいっていうか、ちょっとひねったのを入れるようにはしてます。まあその毎回ではないですけど、だから、例えば偏差値がね、そんな、まあ、高くないところを目指してる方なんかは、後ろ3問とかちょっとミスぐらいはいいって気にしなくて、ただ、最初の計算のところは絶対に抑えようぜみたいな気持ちでいてもらったりとか、で、まあ説明聞いて、あ、これ、ちゃんと覚えればできたかもしんないなって思うような問題はできるようにしていくみたいな。ね、自分、ただ、俺がそれぞれさ、この問題は偏差値どれくらいの子が取った方がいいよ、みたいなのもありなんだけど、それ完全に俺の主観になっちゃって、それで判断基準つけるのはやっぱちょっと違うかなと思ってるので、まああのね、そこまではね、することはできないんですが、まあそれぞれが、そのできなかったとしても、そのポジティブに捉えてほしい。そんなにへこまないで、ね、なんだろう、次に生かすためにミスをしたんだと思ってもらえたら嬉しいです。はい、ということでね、ちょっと全く関係ない方にとってはね、何言ってんのこの人みたいななっちゃったかもしれないんですが、まあ、最後までねご視聴いただき本当にありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今表示されている関連動画や再生リストの方から他の勉強動画とか、テーマを決めて喋った動画に飛ぶことができますので、よかったらそちらも見てみてください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。